図書館に設置されているシンクライアントシンクライアント HPT5700 クライアント論社のシンクライアント U700 シンクライアントギガバイト t a 7シンクライアントとはユーザーが使うクライアント端末に必要最小限の処理をさせほとんどの処理をサーバー側に集中させたシステムアーキテクチャ全般のことを言うまたはそのようなシステムアーキテクチャで使われるように機能を絞り込んだ 専用のクライアント端末のことを言う場合もある。競技の新クライアントにおいて、クライアント側に Windows、Unix、Android などの一般的な GUIOS を使わないケースを、ゼロクライアントと呼ぶこともある。ビデオゲームでの同様の技術は、クラウドゲームと呼ばれている。デスクトップ仮想化という用語がアーキテクチャとしての新クライアントの意味として使われる場合もある。 新クライアントの新とは、すなわち薄い、少ないという意味で、クライアント端末がサーバに接続するための最小限のネットワーク機能およびユーザーが入出力を行うための GUI を装備していれば良いことを示している。新クライアントとは逆の意味を持つ用語としては、ファットクライアントまたはシッククライアントがある。リッチクライアントという用語の説明の際によく持ち出される。 新クライアントは本項目で説明するものとは別のものである。これは Web3 層システムにおいてクライアントサイドスクリプトなどを利用しない www ブラウザなどを指す用語である。以下はリッチクライアントの説明の際に使われる場合の各用語の解説である。新クライアントの歴史を考える場合、どの時代の何を起源とするかは議論の余地のあるところである。 古くは大型汎用コンピュータと共に使われていたダム端末に期限を求める説もあれば、x ウィンドウシステムの X 端末を期限とする説もある。確かにこれらは常実の定義からすると、新クライアントそのものではあるものの、これらが新クライアントと呼ばれることはほとんどない。世の中で新クライアントという用語が使われ始めたのは、1996年のことである。 きっかけとなったのはオラクルで NC という故障を用いて新しい端末のコンセプトモデルを打ち出した。さらに数ヶ月後にはサンマイクロシステムズから JavaStation という故障で同様のコンセプトモデルが発表された。これらのコンセプトモデルは最小限の機能のみを持たせた端末とそれを使うためのシステムアーキテクチャを打ち出しており、まさに新クライアントそのものであった。 これらが最も注目を浴びた理由は当時機能豊富だが高価だった Windows パソコンに対抗して低価格を全面に出していたことだと言える。同時に当時大型の筐体が一般的だったパソコンに比べこれらコンセプトモデルは非常にコンパクトでデザイン的にも斬新なものであり見た目の派手さにおいても大きな話題を集めた。当時の新クライアントは 価格と見た目のデザインで注目を浴びており、端末を使うためのシステムアーキテクチャには注目が集まらなかった。オラクルのネットワークコンピューター、3マイクロシステムズの Java ステーション、これら2つのコンセプトモデルの先進性、話題性に脅威を感じたマイクロソフトは競技の新クライアントとして Windows CE をベースとした Windows ベースドターミナルを発表し、 同時に講義の新クライアントとして Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition を発表した。NT 4.0C はすでに Windows ベースのマルチユーザーリモート操作を実現していた Strix Systems の Strix InFrame の技術をライセンス供与されたものである。NT 4.0C はすでに発売されていた Windows NT サーバー4.0とは 別製品としての発売であったが、Windows 2000サーバー以降では、講義の新クライアント用として、マルチユーザーリモート操作を実現する、ターミナルサービスの機能が標準で搭載されるようになっている。なお、これのシングルユーザ版が、Windows XP および Windows Vista に標準搭載された、リモートデスクトップである。 マイクロソフトの WBET 発表の頃から先に出ていたネットワークコンピューターや JavaStation も含めたこれらの端末もしくはシステムアーキテクチャの総称としてシンクライアントの用語が頻繁に用いられるようになった。デビュー時には大きな注目を浴びたシンクライアントであるが競技のシンクライアントの観点で見ると十分に普及したとは言い難い。これは NC をはじめ当時の新クライアントが高価なパソコンに低価格で対抗するものと位置づけられていたが新クライアント発表と愛禅をしてパソコンの価格が急落し新クライアントの価格メリットが相対的に薄れてしまったことによる一方で講義の新クライアントの観点で見ると端末自体は既存のファットクライアントを使いながらサーバー側に処理を集約するシステムアーキテクチャは 確実に普及を進めてきた。この代表例が、マイクロソフトの Windows 2000サーバー、Windows Server 2003に実装されている、ターミナルサービスと、ターミナルサービスを、機能拡張する、シトリックスシステムズのメタフレームである。上述した通り、デビュー後しばらくは普及しなかった競技の新クライアントで、あるが2004年頃から、 低価格とは全く別の利点に注目が集まるようになった。それはセキュリティ面での利点である。この頃から企業内で管理している個人情報などが外部に流出する事件が発生し、これの対策に企業は取り組むようになってきた。多数の社員が使うパソコンに重要情報が保存されている現状ではセキュリティ対策が困難である一方で、 競技の新クライアントの端末側にデータを持てない特性が情報漏えい対策に効果的であるとして注目を集めるようになったのである。日本において新クライアントへの注目が一気に高まったのは2005年1月3日の日本経済新聞の一面トップ記事において日立製作所がパソコン利用を全廃するとの見出しが出されたことによる。記事中では セキュリティ対策のためにデータが保存できない新型端末に徐々に移行し最終的にパソコンの利用を全廃していくと紹介されている。それまで新クライアントは企業情報システムに関心のある一部の人たちの中で話題になるのみであったがこの記事をきっかけにして広く一般にも知られるところとなった。その後朝日新聞のような一般紙や NHK のニュースでも紹介された。新クライアントには様々な実装方式があり、また新たな実装方式が次々と考案されている。新クライアント自体の歴史も浅く、呼び方も統一されているとは言えないが、以下では代表的な新クライアントの実装方式について説明する。なお、ここで言う、実装方式とは講義のンクライアント、 すなわちシステムアーキテクチャの方式のことである。なお、サーバベース方式、ブレード PC 方式、仮想 PC 方式の3つを合わせて、画面転送方式と呼ばれることもある。サーバ側に OS イメージを置いておき、端末起動時には、Pux を用いて、ネットワーク経由で OS をブートする方式。実際のアプリケーションの処理は端末側で行う。一般的には、 Linux や MacOS などの UNIX、UNIX Un KOS が使われることが多い。アーデンスや B ツールズ社のランプックにネットブート社の VHD Pro は数少ない Windows をベースとしたネットワークブート方式のシステムである。画面転送方式と異なりアプリケーションの処理を端末側で行うためアプリケーションの互換性の問題が出にくいことが最大の利点である。 その一方で、端末起動時にアプリケーションを含めた OS イメージ全体がネットワークを流れるため、ネットワークへの負荷の大きさが問題となることが多い。また、端末上のアプリケーションで作成したデータは、通常のファイル転送によってネットワークファイルサーバに保存されるため、その面でのセキュリティ対策も必要となる。アプリケーションの実行などべての処理をサーバー上で行い、 端末側は遠隔操作端末としての役割のみを担う方式。サーバから端末には画面情報が転送され、端末からサーバへはキーボードやマウスの入力情報が転送される。新クライアントの実装方式としては最も普及した方式である。マイクロソフトの Windows 2000サーバー、Windows Server 2003に実装されているターミナルサービス、 シトリックスシステムズのメタフレーム、サンマイクロシステムズのサンデイ、セキュアグローバルデスクトップ、エルーシバ、プロポムズのプロポムズ C、グラフェンのコーグローバル、2X の 2X アプリケーションサーバーなどの製品がある。一台のサーバーに複数のユーザーが同時ログオンして使用するために、マルチユーザー対応されていない Windows アプリケーションの互換性や印刷。 ライセンス面での整理が課題とされていた。近年はマルチユーザーに対応したアプリケーションやプリンタドライバーがリリースされているため技術的な課題は解消されつつあるが、ライセンス面での整理はあまり進んでいない。なお、一部のプロダクトではマルチユーザーに対応していない Windows アプリケーションも CPU やメモリ空間、ファイルシステムやレジストリ空間、 IP アドレスまでユーザーごとに仮想独立化する技術を利用しサーバベース方式で動作させることが可能となっているサーバベース方式でのサーバと端末の通信方式はそのままにサーバではなくたくさんの PC ブレードを並べた方式 PC ブレード上では Windows XP などのクライアント OS を動作させるサーバベース方式で課題となっていた Windows アプリケーションの互換性の課題を改善することを目的に考案された。一方で、専用のハードウェアに依存するため、今までの PC 分で済んでいたコストが、比較的高価なブレードサーバーと端末になるため、全体の価格が高くなりがちなこと、特定メーカーの特定ハードウェアに依存してしまうこと、個々のクライアント OS の管理が煩雑なことなどから、あまり普及は進んでいない。 サーバベース方式における機能集約とマルチユーザーの特質とブレード PC 方式のシングルユーザーと機能重複の特質の組み合わせとみなせる後発の仕組み。高性能サーバ上で VM ウェアや Zen などのハイパーアバイザーを使用して仮想マシンを多数実行することにより機能集約を実現する。ユーザーは個々の仮想マシンに接続して シングルユーザーのクライアント OS を使用する。当初はサーバーやネットワークの性能の制約から性能と価格を均衡させることが困難で費用の高騰、もしくは性能不足でクライアント PC と比較に足る水準足り得なかった。また、クライアント PC では個々のユーザーに転化されていたクライアント OS 管理の煩雑化が表面化してきた。これらについては、 サーバーやネットワーク性能の向上により、さらにはハイパーバイザーベンダーによるクライアント管理手段の提供により、大手企業から利用が進みつつある。新クライアント環境において仮想化技術を用いてコスト削減を検討するユーザーが増えてきている。実際、仮想サーバ環境の進展は物理サーバーの台数削減という効果をもたらしてきている。一方、 ストレージ環境については、サーバの立ち上げが非常に簡単になった一方で、ストレージ領域を用意する手間や、運用管理が複雑になるなどのデメリットが生じて、きている。実際、多くの共有ストレージに発生する無駄な空き容量の、問題は解決されないままである。しかし、近年、主要なストレージベンダーを中心に仮想技術を駆使した、ネットワークストレージを展開し、 これらの問題解決に取り組んでいる。講義の新クライアント競技の新クライアントデスクトップ仮想化は新クライアントを実現するための手段の一つ。サーバーになれるのはプロフェッショナル版のみサーバーになれるのはビジネスエンタープライズアルティメット版のみ競技の新クライアントのこと CPU やメモリ各種コントローラーを実装した基板。パソコンのマザーボードと 同様な形状のコンピュータ、例えばウイルス対策やセキュリティパッチなどは、クライアント OS ごとに必要日立によるコメント、日立、パソコン利用全般記事に関しまして、ありがとうございます。